名古屋市内では原子力発電について考え直すことを呼びかけるデモ行進が行われました。デモを行ったのは環境や貧困問題の改善を訴える人たちで、中部電力本社付近でデモ行進を行いました。およそ80人の参加者はそれぞれの思いを書いたプラカードを手に、原発について立ち止まって考えようと訴えかけていました。